SSC エアロはアメリカの自動車会社シェルビースーパーカーズが製造販売しているスーパーカーベースモデルのエアロとパフォーマンスモデルのアルティメットエアロの2モデルが存在する2004年 SSC エアロ SC8T として発表ボディは欧州のスーパーカーたちと似たシェイプを持ちバタフライドアを持つスチールスペースフレームのシャシーに カーボンコンポジット製のボディが被せられ、アメリカ車らしく、レーシングストライプが取り入れられている。足回りは前後ダブルウィッシュボーンサスペンション。アルティメットエアロは、フロントタイヤは19インチ、リアタイヤは20インチで、ミシュラン社製パイロットスポーツ PS2 を履く。エンジンは、シボレー製スモールブロックを使用した 6345ccv 型8気筒、オフで、 インタークーラーツインターボを備える。エンジンは新たに独自設計のアルミニウム削り出しエンジンブロックを採用するなどし、最高出力は1287馬力 6075rpm を発生、2007年モデルより 104ps15% のパワーアップを果たし、トルクも 151.3kgm から 153.8kgm。 6150rpm に向上した。SSC では最高速度2 7 0アワーが可能であるとしている。新たにエアロブレーキシステムが搭載され、ブレーキペダルの踏み込み速度、踏み込み量などを計算して自動でリアスポイラーを上昇させる。エアコン、重スピーカーオーディオ、ナビゲーションシステムなどが標準装備となっているものの ABS や トラクションコントロールは装備されていない。新車価格はアメリカで65万4500ドルで125万ドルのブガッテ・ベイロンの約半額であり、最高速度が時速 400km を超えるスポーツカーとしては比較的安価である。オーストラリアのカーボンレボリューション社との共同開発による世界初のカーボンファイバー製ワンピースホイールが装備される。 従来のアルミニウム合金製ホイールに比べ、40から50%の軽量化を果たしているという。パワートレインには、ツインモーターを搭載するエスプという独自のものが採用される。110V での充電時間が10分という、リチウムイオンバッテリーにより2つのモーターを組み合わせて、駆動子最高出力1200馬力、最大トルク 112KgM を発生させる。 0から60マイルパーアワー加速2.5秒、最高時速208マイルパーアワー、そして、航続距離3 2 0トルを目標に開発が進められている。またエンジンモデルに比べて車体は小型化される予定。2007年9月26日、ワシントン州のハイウェイ221号線を封鎖し、スピード世界記録への挑戦が行われ、 2回の走行記録の平均値として時速 412.28km が記録された。これはそれまでのギネス記録、ケーニングセグ CCR の持つ時速 395km、ブバッテベイロンの持つ非公式記録時速 407km を両方とも塗り替え、ギネス記録となった。2010年7月に ブガッティ・ベイロン・スーパースポーツの時速 431.072km に、再びギネス記録を塗り替えられている。ありがとうございます。